はい、はい、名前と年齢は、ね、OK です。川端優吾です。25歳になります。ホームポイント、ホームポイントはサンライズ、千葉県の一宮周辺、サンライズポイントがホームポイントになります。サーフィンを始めたきっかけは何歳からですか？サーフィンは多分 8歳ぐらい、小学校2年生ぐらいに始めて、まあ、父親もプロサーファーだったんで、サーフショップもやってて、で、まあ、環境的に揃ってて、自然と始めてました。サーフィンの思い、好きなとこ。好きなとこは、僕はサーフィン結構やっぱりいい波だったらやっぱ楽しいんですけど、このサーフィンにまつわるそのライフスタイルが好きで、結構こうサーフィンも好きなんですけど、なんかこういろんな海外に波求めて行ってとか、そういうライフスタイルが魅力的かなと。まあ、今年はコロナでね、どんなになるか分かんないけど、どんな活動をしてきますか？今年は、まあ大会があったらまあ出たいんですけど、ちょっとまあそれがどうなるか分かんないんで、ちょっと準備はしつつ、自分のサーフィンスクールとかそっちの方も頑張ってやっていこうかなと思います。メンタルトレーニングとかトレーニングやってますか？メンタルトレーニングはコーチングとか。コーチングは、はい、やってます。たまに、ロスワッツソンさんの、コーチングとトレーニングを、まあ、やらせてもらって、まあ、週2、3ぐらいでできるときはやってます。じゃあラスト、プロフェッショナルとはどういう人のことを言うと思いますか？プロフェッショナルって僕はその正解がないかなって思ってるんですけど、やっぱり一番のやっぱプロフェッショナルはやっぱりこうちゃんとその結果を残せて、実力があって周りから認められてる人もがやっぱりすごい偉大だなと思うんですけど、まあ、僕の中ではやっぱ正解はないかなって、いろんなやり方でその影響力があったり、そういう周りにそういうのを伝えれるべきものかなって思ってます。